手してね。いやバカみたいな。ありがたいが、お客さんだからバカみたいに。いやいやもう何のために拍手してるかも分かんねえじゃないかな。それは分かってるでしょ。とりあえず音が途切れてこうやって明るくなったら拍手してみようみたいな空気になってたから。そこそんなつもりじゃない。ありがたいですね。いただけどうもしんのすけと。チャンネルお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今はいいんですよ。拍手してね、名前言ったんですからいいんですよ。なんか拍手が減っちゃった感じがして悲しくなっちゃった。あんな言わなきゃよかったな、スタッフに。まあまあ僕らも。なんだよ。変な、なんかいつもと違うこと喋りすぎて変な感じになっちゃって。そうだね。答えありますけど、学生時代懐かしかったなと思ってね。学生時代ね、なるほど。小中高とありますけど、やっぱ中学校が一番楽しいんじゃないかなと思って。ああ、中学校、ね。ああ、進学へのプレッシャーもないしさ、まだまだ無邪気に遊べてるっていうかね。でも中学校の思い出っつったら、英語の授業で。あ、英語の授業はだって中学校からは始まりましたから。そうそうそう、僕らの世代はね、本場の外国の先生がやってきて、ね、一緒に授業するって。今の世代の子たちはもう多分ずっといるのかもしれないけどね、学校に。僕ら田舎育ちで、僕らぐらいの世代だとね、たまに1ヶ月ぐらい本場アメリカから外国の先生やってきて、そうそうそう、外国人に会うことなんてまずなかったからね。あれが初めて緊張するんだよね、授業でな。ガラガラガラ、ハロー、そうそう、おい、おはハロー、どうしたの？緊張してるね。ちょっとこういう経験ないんで、ちょっと。おー、大丈夫、もっとリラックスして大丈夫ですよ。シッ、先生聞いたよ。誰だったじゃあ、お前誰だったんだよ。おい、ガラガラって入ってきた片言のやつ誰だったんだよ。冗談だよ。冗談、リラックスできましたか。僕たちが緊張してたからあえて冗談を言った。そうだよ、冗談だよ。イメージ通りの明るいタイプのアメリカ人やってきたわ。お前冗談ですから。そうだったんですね。オーケー、それでは発音の練習をしていきましょう。いきなり授業ですか、発音ね。Repeat after me, please。 あ、後に続いていったんですね。発音、発音、意味違えよ、お前。発音の練習したな、おい。なんで発音っていう言葉の練習するってなんだよ。ノノ、発音。ノノっておかしいだろ。俺、日本人なんだから俺の発音の方が合ってるだろ。発音。いや、ノーノーじゃない、違う、発音だよ。発音。中学生でも俺が日本人だから。発音。発音。発音。ルク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 。発音。逆になってるわ。なんだ、ルクルクって、おい。俺が教えてたろうが今。冗談だよ。冗談多いっすわ先生。冗談だよ。続けてもらえます、授業。Okay. ちゃんとした発音の練習して。Apple。Apple。リンゴですね。This is an apple。あ、これはリンゴです。This is an apple。パーパーパラッパー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 。カキン。オラオラオラ。Apple。絶対違えよ。お前この形状のもの全部アップルにしようとしちゃってるじゃん。売ってたらもうぐしゃぐしゃのリンゴがやってきちゃいますけどね、それ。ぐしゃぐしゃリンゴがよ、おい。なんで、食べなくていいの。売ってもぐしゃぐしゃになってませんとかやらなくていいの。リンゴ多すぎるわ。モンキー。あ、それ、モンキー。お、モンキー。無理あんだろ、おい。寄せ行ったろ、最終的に。お前、ここで売ってたの、最終的にこうやったじゃねえかよ。なんで猿が卓球やってんだよ、おかしいだろ。冗談多いんだよ、さっきから。冗談がよ、とりあえずミスったら冗談にするのやめてもらえるか。日本人って結構真面目だから、授業中に冗談言われても伝わらないんですよね。伝わらない、じゃ伝わらないんですよね。じゃ伝わらない、伝わらないが伝わらないわ。なんだこの状況、伝わらないが伝わらないよ。なんだよ、おうじゃなくて、英語の先生でしょ。ちゃんとやって。フィッシュ。あ、魚。フィッシュ。スモールフィッシュ。ちっちゃいやつが。スモールフィッシュ。お。うわ。わあ。アポ。魚は。魚は？ま、魚なんでさっき食べたリンゴが出てきちゃってんの。リピートアトミプリ。どこから？どこからやんの？だいぶ長いことやってたけど、お前生魚入ったままだけど大丈夫？リピートアトミープリーズ。いや、どっからやんのよ、それ。おー、パーパーパラッパー。そこやってどうなるんだ、俺。リピートアトミープリーズ。それやって俺、英語うまくなんのかい。リピートアトミープリーズ。パーパーパラッパー。あ、ノノノノ、パーパーパラッパー。変わっちゃってるじゃねえか。原型がよ、ラッパーパーって言ってなかったんだよ、あれ。あと、そこの部分、音楽だから発音関係ないと思うけど。あ、ノノ、発音。発音うるせえよ、いい感じしろ、どうした。